7月24日に公開される豊田俊明監督の新作映画破壊の日にマヒトゥザピーポー下山が出演していることが明らかになった。破壊の日は疫病の噂が広がる中、疑心暗鬼から心を病む者が増えていく村を媒来とした作品。主人公の関谷哲平を渋川清彦が演じるほか、村の主言道の大先達三日月千尋役で一世尾形、正体不明の怪物が発見された炭鉱の噂を調べる男新の風役で松田龍平も出演する。真人は生きたままミイラ化した即神仏になろうとして行方不明となり、もののけに取り憑かれた世界を払うた目目を覚ます主言道者の若者健一を演じる。また映画の音楽を切腹、ピストルズ、下山、照井利幸、マール S89 らが担当することも発表された。なおモーションギャラリーでは本作への支援を募るクラウドファンディングを6月5日まで実施している。豊田俊明監督コメント。緊急事態宣言が解除されたのでようやくキャストを発表できる日が来ました。しかしまだ自粛の波は続き、コロナウイルスは社会に蔓延しています。そんな中でどんな映画作りができるのか誰にもわかりません。しかし前向きに完成を目指して突き進んでいきたいと思っています。2020年に撮影公開される新作がなければ映画館も寂しいものです。どうかお力をお貸しください。ちょっと先は光だと信じています。